ザクセン公武力イコールザールフェルトはエルネスティン・ケー・ベッティン・ケが統治した広告。1699年に建国。1825年にザクセン・ゴータクゲが断絶して領土再編が起きるまで続いた。1825年の領土再編でゴータを得たがザールフェルトはザクセンイコール前人間に割上した。ザールフェルト城。1677年以降。 ザクセンイコールザールフェルト公の居場になっている。ザクセンゴータールテンブルク公エルンツと一世が1675年3月26日にゴータで死去すると、公国は1680年2月24日にエルンツと一世の息子7人の間で分割された。そのうち、ザクセンイコールザールフェルトの領地は、バシシオハン・エルンツと4世が継承したが、公国は完全独立していなかった。 おらず、広告の産業政府の行政はいずれもゴータ当局に依存した。ネクサスゴシネスと呼ばれた。この状況は、ゴータが、ヨハン・エルンツと四世の長兄フリードリヒ一世の居城であったことが理由である。ザクセンイコールザールフェルト校の居城は1680年から1735年までザールフェルトだった。1699年にザクセンコーブルク校。 アルブレヒト5世が後継者のないまま死去すると、ザクセンイコールマイ人間公、ベルンハルト1世などとの間の継承争いが起こり、1735年まで決着しなかった。ザクセンコーブルク公領の多くが、ザクセンイコールザールフェルト公の与えられ、ザクセンコーブルクイコールザールフェルト公国が成立した。ただし、ゾンネベルクとノイハウスアムレンベーク地区は、 ザクセンイコールマイ人間に与えられ、ゾンネフェルト地区はザクセンヒルトブルクハウゼンに与えられた。レムヒルト地区の3分の1とテマール地区の12分の5はザクセンコーブルク領に残った。ヨハンエルンスと4世が1729年に死去すると、息子のクリスティアンエルンスと2世とフランツヨシアスは、それぞれの居城から2地区で構成された広告を共同で統治した。 クリスティアン・エルンスト2世はザールフェルトに泊まり、フランツ・ヨシアスはコーブルクを居場とした。1745年にクリスティアン・エルンスト2世が子供のいないまま死去すると、医療はフランツ・ヨシアスが継承した。1747年、彼は自分が子だくさんであることから、ザクセン・コーブルクイコールザールフェルト家が続くには、継承法を変えるしかないと考え、 継承法を調子相続と定めた。末尾のフリードリヒヨシアスは神聖ローマ帝国の軍人として、オード戦争や第一次大仏大同盟戦争で勝利を挙げて、自身と広告を有名にした。一方、兄で摂政のエルンスト・フリードリヒは、広告の破滅的な財政状況で知られ、1773年から1802年まで、債務の強制管理のために、 帝国の債務委員会の管理下に置かれ、後継者に残す財産まで影響された。ザクセンコーブルクイコールザールフェルト公国の領土、1820年。1800年から1806年までの、ザクセンコーブルクイコールザールフェルト公。フランツ・フリードリヒ・アントンは1805年に、首相をテオドール・コンダート・フォン・クレッチマンなどに迫られて、不況な公国の行政制度を改革した。 公国の行政制度は、コーブルクとザールフェルトとで分かれていたが、これを一元化したのであった。翌1806年には新生ローマ帝国が消滅して公国が完全独立した。ザクセン・コーブルク家の存続と繁栄を保障したのは、フランツ・フリードリヒ・アントン公の子供たちだった。フリードリヒ・ヨシアスの名声により、 フランツ・フリードリヒ・アントンの三女ユリアーネは、ロシア帝国のコンスタンチン・パブロビチ大公と結婚。四女・ビクトリアは1818 18年に、ケント・ストラサーン・公ー・エドワード・オーガスタスと結婚。ビクトリア女王の母になった。また、次男のフェルディナントは、ハンガリーの裕福な貴族の家系に生まれた、マリア・アントーニエ・ホン・コハーリと結婚。カトリックのザクセン・コーブルク・コハーリ家を創設したほか、 スエオのレオポルトは1831年にベルギー王に選出された。フェルディナントの同盟の長男は1837年にポルトガル王フェルナンド2世として即位。次男のアウグストは1887年にブルガリア王国の王大使になり、1908年にツァーリに即位した。そしてフランツフリードリヒ・アントンの長男エルンストは1806年に エルンスト三世として、ザクセンコーブルクイコールザールフェルト公くらいを継承したが、エルンスト三世の次男アルブレヒトは1840年に、いとこのビクトリア女王と結婚、グレートブリテン及びアイルランド連合王国の王廃になった。1806年12月15日、ザクセンコーブルクイコールザールフェルトは、他のエルネスティン系諸公国と共に、ライン同盟に加盟したが、 広告は1806年11月から、ティルジットの和訳が締結される1807年7月まで、フランスの占領下に置かれた。当時東プロイセンのケイニヒスベルクに逃亡していた、エルンツと三世は、和訳が締結された後に、ようやく帰国できた。1811年には、バイエルン王国との国境条約を締結して、紛争領土の交換を行い、 フィルト・アムベルク、ホフ・アンデア・シュタイナッハ、ニーダー・フィルバッハ、トリープスドルフを獲得する代償として、グロイセン、シュライフェンハン工房を活用した代償として、ケーニヒソベルク地区とゾンネフェルト地区を獲得した。結果的には、ザクセン・ヒルトブルクハウゼンが、ザクセン・アルテンブルクに、ザクセン・コーブルクイコーザールフェルトが、ザクセン・コーブルクゴータに再編された。新しく成立した。 ザクセンコーブルクゴータ公国は、ザクセンコーブルク公国とザクセンゴータ公国の、同訓連合という形で成立。最後のザクセンコーブルクイコールザーアルフェルト公、エルンスト3世は、ザクセンコーブルクゴータ公をエルンスト1世として、即位した。ありがとうございます。